朝鮮兵のロシアへの派遣、そしてトランプ前大統領の再選。ロシアによるウクライナ侵攻から1000日が経過する中、アメリカのバイデン政権が大きな方針転換です。ニューヨークタイムズ電子版は19日、ウクライナがロシア西部ブリャンスク州の弾薬庫にアメリカ製の地対地ミサイルエイタクムスによる攻撃を行ったと報じました。ロシア国防省によりますと死傷者はいないということです。ウクライナのゼレンスキー大統領は、詳細は避けるがエイタクムスなどを持っている長射程兵器はすべて使うと述べ、使用を事実上認めました。エイタクムスはアメリカ製で射程は300キロ、湾岸戦争やイラク戦争でも使用され、韓国や一部の NATO 加盟国も所有しています。アメリカのバイデン政権はこれまでロシアを過度に刺激することを避けるため、ゼレンスキー氏から再三要求されても長射程兵器の使用を認めていませんでしたが、17日までに容認に転じました。さらにアメリカのオースティン国防長官は20日、ウクライナに対人地雷を供与すると明らかにしました。ロシアの進撃を遅らせる狙いですが、ウクライナは対人地雷禁止条約に加盟していて、人権団体からは批判が上がっています。なぜここへ来てアメリカは方針転換したのか。それはトランプ氏がウクライナに不利な条件で終戦に持ち込もうとしているとの焦りや、ロシアが北朝鮮兵とともに大規模な攻勢に出るとの見方から、バイデン氏が駆け込みで支援強化を図っている可能性が考えられます。イギリスのスターマー政権も自国製の長射程兵器の使用を容認し、ウクライナがロシアの軍事拠点を攻撃したとイギリスのフィナンシャルタイムズなどが報じています。こうした動きにロシアのプーチン大統領は反発を強めています。21日、報復措置としてウクライナ東部ドニプロのミサイル製造施設を中距離弾道ミサイルで攻撃したと発表。地域紛争はグローバルな性格を帯びることになったと欧米を強く非難しました。19日には核兵器の使用条件も拡大しています。侵攻から1000日が経過しましたが、攻撃の応酬は激化の一途をたどりそうです。